上鍋古墳の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成平常宮跡と先立列古墳群古墳群の東端国道24号線の西に面しているものが上鍋古墳国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成上鍋古墳は奈良県奈良市ホッケ寺町にある 前方後円墳。先立列古墳群を構成する古墳の一つで、古墳群の最東端に位置し、最も大きい巨大古墳。五世紀中頃に作られたとされており、王神天皇の娘、仁徳天皇の皇后である、八田王女の両母参考地として事情されている。墳球は三段で、斜面に吹石が敷かれ、一段目の周囲は、埴輪が並べられていた。墳球は、 区内庁が周囲を取り巻く集合は地元の農家組合が管理しており、現在は上部を植生が覆っている。測量図から全長を二百五十五メートルと推測されて、北が区内庁や奈良県立柏原考古学研究所、奈良市教育委員会による発掘調査結果が二0二0年十一月二十日発表され、公園部川集合の北東と東の吹石の先で見つかった。 奇定石を含めた全長は270から280メートルで、同じ先古墳群の五社人古墳を上回り、日本国内で第12位になることが明らかとなった。6世紀に、奈良盆地で栄えた平城系の最北端に位置する、先立列古墳群は、東西約12兆の間に、東から、上鍋古墳、小鍋古墳、水上地、市場古墳が並び、北側には菱上げ古墳、 ひしゃげ古墳街、包み葉庭列などが並ぶ。蒸気古墳の内市場古墳以外は周囲に堀が巡らされており、遊水地の島といった様態である。ありがとうございます。